これから2016年度、青山学院大学社会情報学部社会統計第1回目の授業の配信、その1を行います。社会統計の第1回と第2回では、テキスト、ボンシュテッド納期の社会統計学の中から第1章の内容を講義していきます。で、この配信は第1回の講義のその1ですね。第1章は8つのセクションからできています。で、今回の配信ではこの第1章の1、理論とは何かという部分の配信を行います。で、最初、セクションの1、理論とは何かということに入る前のところに、テキストの1ページからですね、社会調査での問題意識について書かれています。で、社会調査といったものがどのように始まるかというと、それがしばしば世界に対して問いを発することから始まるというように書かれています。で、なんでこう調査なんてものをしなければいけないかっていうと、それには明らかにしたい問いがあるからということですね。で、問いの例としてテキストには次のようなものが載っています。どのような人たちが民主党に投票するのか。ここでいう民主党っていうのはアメリカの二大政党の民主党ですね。所得の低い人たちは中程度の人たちに比べて子供の数が多いのか。いろいろな職業の人たちはどれぐらいの所得があるのか。カトリック信者やユダヤ教徒に比べてプロテスタント信者の方が自殺率は高いのはなぜか。このような世界に対する我々がこう住んでいる世界、社会についての何らかの問いを発することから社会調査というものが始まる。こうした問いに答えるために社会調査というものが行われるということですね。こうした問いなんですけれども、その特徴は職業と収入、今こう4つ出てたうちの3番目の問いですけれども、いろんな職業の人たちはどのくらいの所得があるのかといったように、職業と収入のように人々や集団が持つ特性間の関係に言及しているということ。で、ここに注目してください。で、これは1年生の時の科目統計入門の内容と大きく違うところなんですね。で、統計入門では大抵一つの特性だけを扱っていました。変数ですね。一つの変数だけを扱っていたと。例えば収入だったら収入の分布というように一つの変数を扱うということが主だったんですけれども、今回はですね、そうではなくてもう一つ変数が登場するんですね。ここで言うと例えば職業といったように、人々や集団が持つ複数の特性というものを扱う。で、そうした特性の間の関係といったものを考えるということですね。で、これが社会科学での問いの形をとっているわけです。特性間の関係について、こういう関係なんだろうかと、あるいはどのような関係があるんだろうかといったことを、問いの形で発しているわけですね。で、統計入門とのかなり大きな違いとして、我々はこう複数の変数を扱うといったことが中心になるんだということに注意をしてください。で、こうした複数の変数を扱うというときは、先ほどの問いの形からも分かりますように、一方の変数、特性といったものをもう一方の特性との関係で説明するということになります。で、この時にその説明のやり方というのは、説明といったのはどういったものかというと、バリエーションを説明するということになるんですね。個人差とか、あるいは集団との間のその集団と集団の間での違いといったように、違いといったものがなぜ生じているんだろうかということを考えると、それを説明するといったのが社会科学の中心的な課題、になります。先ほどの問いといったものはこのバリエーションの説明というものを求めているわけですね。例えばこう収入が違うと、人によって収入が違う。で、これが収入の方にバリエーションがあるわけです。で、こういったバリエーションはなぜ生じているんでしょうかと。ですね。で、その時に、職業というもう一つの特性を持ち出してきて、その職業の違いが収入のバリエーションを生み出しているんではないかというように考えるんですね。で、先ほどのちょっと一つ前のスライドの3番目の問いを見ますと、いろんな職業の人たちはどれぐらいの職があるのかという形をとってますけども、これはですね、もう少し言うと、この所得の違いといったものは職業の違いといったものがその背後に原因としてあるんじゃないかというふうに考えているはずなんですね。職業と収入といったように、収入のバリエーションといったものがなぜ生じているのかというときに、それは職業の違いなんじゃないかというように考える。で、職業の違いと言ってるということは、この職業の方にもバリエーションがあるわけですね。で、つまり、後々出てくる言葉を使っていますと、従属変数の変動を独立変数の変動で説明しようというのが、社会科学の中心的な課題となるわけです。ここで従属変数というのが結果側の変数、独立変数が原因側の変数です。ですから、先ほどの職業と収入といった例では、収入が従属変数。で、その原因の方として職業という独立変数を考えているということになります。今このスライドには大事なことが2つ出てきていて、で、1つは我々は複数の関係を扱うのだということ。で、その関係を扱うときに結果側の変数の変動を原因側の変数の変動で説明しようとしているんだということですね。で、これは非常に重要な点ですから押さえておいてください。このテキストは我々が授業で使っているボンシュテッドの納期の社会統計学の日本語版は、現状の第2版に基づいていますが、新しいものでは現状の第4版が出ていまして、その中にもこうした説明はもちろんあります。人とかグループとかコミュニティとか国家といったものがお互いどう違っているか、そうしたものが、そうした違い、バリエーションがどういった結果をもたらすか。で、この時は結果側にもバリエーションがあるわけですね、もちろん。という、そういうことを社会科学では考えていくわけです。で、こういった問いを明らかにするために社会調査といったことが実行されるわけですね。もちろん問いを明らかにするための方法は社会調査という調査法だけではありませんけれども、その有力な方法の一つとして社会調査があるわけです。統計学。これ統計学の授業ですよね。調査法の授業でもないし、社会学の授業でもなくて、統計学の授業なんですけれども、統計学というのは、じゃあ、どういうふうにここで使われてくるのかと、今、どういう意味を持つのかというと、この特性間の関係を解き明かすためのツールとして、統計学が使われるわけですね。これも現状の第4分から2つ文章を抜き書きしてきました。最初の文ですね。適切に、そして注意深く使えば、社会統計、といったものによって研究者はですね、現時点での結論といったものを得ることができる。何についての結論かというと、それは社会的関係、先ほど出てきましたね、複数の概念間の関係、社会的な関係についてのその存在と強さについて、現時点での結論を得ることができるのであるということが書かれています。我々が次の文ですけれども、我々が統計学を使うというのは、我々が何を考えているからだというと、我々はですね、どのような人間の行動であっても、それを適切に説明するということはですね、adequately explaining any human behavior と書いてますが、我々人間の行動といったことを説明するということは、それは何に等しいかというと、そういった行動におけるバリエーションですね、how variations in that behavior ですね、といったものが、どういった原因から生じているか。で、これ、multiple measured causes ですね。何か原因が調査で測定するわけですけれども、様々な原因があるはずで、そういったものとどう結びついているのか。で、この結びつきを明らかにするツールが、統計学だということになるわけですね。今、いくつか簡単に具体例を分けたような問いっていったものが、どこから生まれてくるんだろうかというと、簡単に思いつくのは、個人的な体験からということでしょうね。我々が日常いろんな現象や、社会的ないろんなことを目にしていて、で、どうなんだろうとふと思うというような個人的な体験から生じる疑問、問いってもちろんあるでしょう。で、しかしながら、社会科学の研究では、問いといったものは大抵、これまでの研究成果の蓄積の上に生じてくるんですね。これまでの研究成果として、社会現象に関する多くの理論や経験的知見が得られているわけです。で、そうしたものを知って、なおかつその上にですね、新たな問いといったものが生じてくるというのが、研究でのこの問いの出方ということになります。最後の言葉、経験的知見って言葉はちょっと誤解されやすいので気をつけてください。ここで言う経験的っていうのは、個人的な体験という意味ではありません。データに基づくっていうぐらいの意味だと思ってください。英語ですと、エンピリカルっていう単語の日本語訳が大抵経験的と訳されます。でこれはデータに基づく、データのあるということなんですね。社会調査ではデータを得るわけですけども、データに基づいて得られた知見と、研究の知見ということになります。社会現象に関するこれまでの多くの理論といったものに、いや経験的知見の上に新たな問いが出てくるということを言いました。で理論とは何かということを、ちょっとここからは抽象的な話かもしれませんけれども、その理論とは何かということを話していきます。でこれが第1章の第1節の内容ですね。理論とは何だろうかと。で理論とは何かということを言うために、最初に命題という言葉を導入します。でこれは抽象的な概念間の関係について何か述べたものですね。で抽象的な概念間の関係についての言明で、暗黙的に if 前、これこれという原因でこれこれという結果となるという if これこれならば前こうなるといった形をとっているものが多いです。テキストに載っている例ですと、経済的不安定によって国家の政治体制に対する不満が生じるとか、もう一つの例として、国家の政治体制に対する不満によって反体制の政治的勢力が強くなるといったものです。抽象的な概念っていうのがこうした命題の中においてどれに当たるかわかるでしょうか。例えば例の1だと、経済的不安定といったものと国家の政治体制に対する不満といったのが抽象的な概念になります。例の2だと、国家の政治体制に対する不満といったものと反体制の政治的勢力といったものが概念になります。でこうした概念間に因果関係があると言っているのがこの命題なわけですね。2つの概念間に、抽象的な概念間には因果がありますよと言っているのがこの命題ということになります。概念とそれらの間の関係から構成されているんですね、命題が。経済的不安定といった概念と政治的体制といった概念の間が、その関係として因果関係、生じるという因果関係があるんだというふうに考えているわけです。そしていよいよ理論ですけども、社会的理論、社会的という言葉をつけています。社会科学でのということですね。理論といったものは、社会現象に関するいくつかの概念が因果的に関係し合っていることを仮定した複数の命題の集合です。複数の命題が集まって理論を作っているんですね。例えば先ほどの例に挙げた2つの命題というものを合わせると、政治経済上の1つのミニ理論が出来上がります。これで2つですね、2つの命題を集めて1つの理論を作ることができる。経済的不安定によって国家の政治体制に対する不満が生じるという命題と、国家の政治体制に対する不満によって反体制の政治的勢力が強くなる。でこの2つの命題を集めることによって理論が作られているわけですね。テキストにも解説ありますが、この P1、P2 って時の P は命題を意味します。英語でプロポジションですので、その頭の文字を取って P ですね、ように書いています。では複数の命題を集めちゃえばそれが理論なのかというと、そうではなくて、お互い無関係な命題を集めてもしょうがないんですね。理論にはなりません。お互いに関係のある命題というものを集めることで理論というものが出来上がります。つまり、理論に含まれるどの命題も少なくとも一つの他の命題と結びついていなければならない。つまり他の命題とですね、全く関係のない命題というものは入れといても意味がないですね。必ず少なくとも一つは他の命題との結びつきがないといけない。例えば先ほどの場合は2つの命題だけからなっているミニ理論でして、あのミニ理論は政治体制への不満というところで2つの命題がつながっているわけですね。ですからバラバラな命題の集まりではなくて、お互いに関係のある命題の集まり、2つ集まってミニ理論を作っていたわけです。このように命題が相互に結びついていきますと、演繹といった推論も可能になります。例えば先ほどの P1 と P2、経済的不安定によって国家の政治体制に対する不満が生じるというのと、国家の政治体制に対する不満によって反体制の政治的勢力が強くなるというこの2つの命題から、演繹として経済的不安定によって反体制の政治的勢力が強くなるといったこういった命題が導かれるわけですね。最初の命題が A ならば B であると言っていて、次の命題が B ならば C であると言ってますので、この演繹推論として A ならば C であるという結論が得られるということになります。さて我々が扱う理論といったものは複数の命題から構成されているとということを相互に関係のある複数の命題から構成されていると言いました。ではですね、そこにどんな命題といったものを含めていかなきゃいけないんでしょうかということを考えると、じゃあその現象、我々が興味ある現象に関するですね、ありとあらゆる命題を放り込まないといけないのかというと、そういうことはありません。理論というのは抽象化なんですね。で、そのことをテキストは述べています。理論は複雑な現実の世界からの抽象化であると。説明されるべき現象の中から少数の側面を選んで、残りの部分については無視するというんですね。ですから、ある社会的な現象に関する理論といったものが、その現象の全ての面について言及している必要はないわけです。で、そうではなくて、むしろ少数の側面を選ぶということによって、その現象を理解しやすくしているんですね。じゃあそこで、じゃあ言及してないいろんな概念については、概念あるいは要因については、どうするんだと。それ無視してるのかっていうと、確かに無視してるんですけども、そうしたものについては、そういった要因が働いていないとして、あるいは一定であるとして、というように考えるんですね。そうしたものが働かないとすると、あるいは一定であるとすると、といって、その我々が今興味ある概念間の関係といったものに言及するんですね。他の特定の側面だけに光を当てて、そこでその特定の側面からその現象を捉えるためのさまざまな命題といったものを集めて構成するというのが理論ということになります。その他が一定であれば、等しければっていうのは4ページ、テキスト4ページの一番上にラテン語でですね、こういう言い方が載ってますね。最初の Cはラテン語では K の発音らしいですので、カタリース・パリバスっていうふうに呼ぶか、あるいは英語読みで、セタリス・パリダスによってもいいらしいですけども、そういった、それは英語で言うと、other things being equal という意味なんですね。他が一定であればとして、我々今、興味のある側面だけについて、現象、ある特定の側面から現象を捉えるといったことをします。で、それが理論ですね。抽象化というのは何かを無視すること、何か具体的なものをですね、一つでも落とすことが抽象化でして、理論というのはまさにそうした、いくつか他の当面、興味の対象外である、扱いたくないいろんな変数や概念については、とりあえず無視して、現象を捉えるんですね。こうした理論は、どんな時にも正しいというふうに考えるではなくて、一般にですね、ある一定の条件ないし、対象にだけ適用することを一定としています。だから、どんな時代でも、どんな場所でも、この理論は正しいですよということはなくて、その条件があるんですね。こういった範囲で正しいですよという、その正しい範囲、理論が適用可能な範囲というものを一般には限定することが普通です。で、こうした限定を境界条件というふうに呼びます。社会的理論を構成する命題が妥当であると期待される時間や場所や活動ですね。テキストの例だと、マルクスの階級闘争説は産業資本主義社会に最もよく当てはまるということが述べられています。だからそうでない社会では、マルクスの階級闘争説は当てはまらないだろうと。当てはまらないかもしれないということですね。で、今、理論って言葉を使ってきましたけども、テキストでもパラダイムとかモデルといった少し類似の言葉が出てきます。テキストちょっと戻って2ページあたりにずっと出てくるんですけれども、パラダイムとかモデルといったものが何かということを少し説明しておきます。いずれも理論というふうにまとめてしまって、理論と区別しないで使っていることも多いんですけども、区別される場合にはこうなるということですね。パラダイムというのは包括性の高い理論ですね。理論の中でも非常に包括性の高いものでして、それは一般には、ある時代や分野において支配的なものの考え方、ものの見方や考え方のことを指します。あるものはこのように見るんだ、このように考えるんだといった、非常に大きな捉え方のことですね。これをパラダイムというふうに呼んでいます。例えば進化論というのは一つのパラダイムなんですね。進化という見方で、人の行動を例えば捉えるというようになると、これは進化的な社会学あるいは進化的な心理学、進化論に基づく社会学や心理学ということになります。これ進化というパラダイムというものがダーウィン以降現れたわけですね。進化というものの見方です。それからニュートン力学と相対論っていうのもよくこのパラダイムの話の時に言われる具体例なんですけども、こうニュートンの力学という見方でのニュートン力学という、そうしたパラダイムでの現象の捉え方、物理学的な現象の捉え方と、それから相対論という、アインシュタインに始まる相対論という見方での現象の捉え方といったものがあるわけですね。ニュートン力学も相対論も非常に包括性の高い理論となっていて、その現象に対する一つのものの捉え方、考え方といったことを示しているわけです。これに対してモデルの方は今度は反対にですね、理論を具体化したものになります。理論を特定の現象に適用したものがモデルですね。だからある範囲内では理論を構成しているいろんな抽象的な概念をですね、具体化して現象に当てはめるといったことができるはずなんですね。でそして理論を特定の現象に適用して具体的な対象に対して具体的な説明や予測を行ったものがモデルというような言葉で、言われることが多いですね。で区別するときにはこのような区別を行います。さて、ここまでが第1章の第1節の内容ですね。一度ここで配信を終わりまして、この次第2節「理論命題と操作仮説」といったのは次の動画で解説をしていくことにします。